はいどうも、今回は初めてのブートストラップ簡単解説その3、グリッドということで、今回はブートストラップのグリッドについてねやっていきたいなと思います。まずですね、ブートストラップで検索すると、まあ、いつも言ってるんですけども、世界で最も人気のあるフロントエンドフレームワークというふうに書いてありますね。でこちらをですね、まあ、前回ね1回目2回目とやってきたんですが、今回3回目もねここから見ても分かるようにちょっとしたねこう復習をギュギュッとね詰め込みながらやっていきたいなというふうに思います。でこのサイトね見るとですね、こういうふうになってます。フロねブートストラップ5で高速にということで、まあ、世界で一番人気のあるフロントエンドライブラリーブートストラップを使ってモバイルファーストなレスポンシブウェブを素早くデザインカスタマイズできますというふうに書いてあります。で要はですね CSS のフレームワークって呼ばれるものになるんですけども、CSS を自分で書かなくてもすごく簡単にレスポンシブね、要はスマホ対応ができるデザインがシュッとできちゃうよみたいなものなんですよ、ね、で始めるというところを押すとですね、まあ、ここにスタイルシート CSS をコピーしたり JS をコピーしたりできます。で今回もね CSS をコピーして持ってきたいと思います、ね、でブーストストラップ03というフォルダを作って VS コード Visual Studio コードで開いてるというのが今の状態なんですけども、まあ、index.html スタイル .css というファイルを、ね、作っております。ただこの中には、ね、何も入ってないですね。ここから、ね、作っていきたいなと思います、ね、まず HTML の、:5ということで HTML のひな型をずらっという風に出します、ね、でラングエッジイングリッシュってなっているところをラングエッジジャパニーズ全英に変えておいて、さらにですねタイトルのところに、そうですね、ブートストラップ今回3回目なのでストラップの03という風に書いておきますね。はい、でここに、まずはブートストラップを読み込みます。はい、先ほどね CSS コピーしてきたものを入れます。で CDN って書いてあるので、まあ、コンテンツデリバリーネットワークを使ってですね、ブートストラップを今入れてきたという風になってます。まあ、これねダウンロードして持ってくる方法やですね、こういう風に CDN を使う方法、まあ、いろんな方法がありますのでその辺見られておいてください。まあ、1回目でね少しだけ触れてます。でリンクスタイルシートっていうことでスタイルシートもね、リンクさせておきます。はい、でこのスタイルシートはね使わなくてもデザインできるよっていうことなんですけども、ちょっとね触ることがあったりしますので入れておきます。じゃあボディの中ね見ていこうと思うんですけども、まずですねこの初めにという画面が出た時に左側にですねメニューがたくさん出てくるんですよ。で今回はこの中からグリッドっていうことにね注目して3回目をやっていこうと思うんですけども、ここにですねコンテンツ、こっちかな、レイアウト、ここレイアウトの中にグリッドって書いてあるんですよ。はい、これを使うと要はこういうことです。はい、横並びにいい感じにできるよっていうことですね。はい、でグリッドシステムっていうふうに書いてて、グリッドシステムは12カラムのシステムと5段階のレスポンシブね、まあ、その他もろもろ SAS とか何々でいろいろ使えますよっていうふうに書いてあります。でまず単純にここを12個のねカラムに分けてる、カラムって列のことですね。列を12分割してその12分割を自由自在に操れるようにしてるよっていうのがこのブートストラップのグリッドシステムなんですよ、ね、なので3つねこういうふうに書いてあげると3つにできますよと、ねまあ、12カラムなので4つ4つ4つの間隔ですね。実際はちょっと違いますけど感覚としてはそういう感覚で見てもらえたら分かりやすいんじゃないかなと思います、ね、でこのグリッドシステムっていうのはフレックスボックスを使ってるよっていうことで、まあ、CSS でディスプレイフレックスってやったら縦に並んでるものを横にね組み替えたりとかっていう風にレイアウト専門の CSS があるんですよ。ね、フレックスとかグリッドというものなんですけども、このフレックスボックスというで、ね、手法を使ってこのブートストラップのグリッドシステムが作られているよっていうふうなことが書いてあります。はい、でちょっと見ていこうと思います。まずこれコピーしますね。これコピーをしてこのボディの中に入れます。はい、で保存して CSS には何も書かずに見てみようと思うんですけども、そうするとカラムが3つね並ぶというものがねできます。これを CSS を使わずにできるのがすごく便利だよというのがブートストラップの醍醐味というかですね、はい、いいところですね。はい、でちょっと分かりやすいように色つけてみましょうか。コルなのでドットコルに対してそうですね背景の色を、まあそうですね、まあ、レッド
しましょうかね、はい、そうするとこんな感じ、はい、でコンテナが入ってるので左側とか右側っていうのは余白が生まれるんですけども、でその余白を抜いた場所を3分割にしてるよっていう状態ですね、はい、もう少し詳しく見てみると、コルのドットコルの N スチャイルドの、2番に対しては背景はブルー、ね、ドットコルの N スチャイルドの3番に対しては背景はグリーンと見てみましょうか、はい、そうするとこうなります。こういう風にね、3分割がきれいに出されてるよっていうのが、あのこのグリッドシステムですね、はい、今これをねコピーして持ってきただけでできますよと。まあ、HTML の話でいくと、このローですね、div クラスローというのでくくってあげて、その中身をどういう風に割っていくかっていうのがこのコルね、カラムカラムカラムということになるんですよ。で今回は3つ入れて、3つに名前をクラス名をコルにしてるので3分割になってるよっていう状態ですね。じゃあもう次々見ていこうと思います。次はですね、よいしょ、はい、まあここにはね、例えばね、いろいろできますよってことがざっと言うと書いてるんですよ。まあ後から出てくるので、もうちょっと待ってもらったらいいんですが、はい、でここはね、あの横幅レスポンシブのブレイクポイントごとにデザインをいろいろ変えていくことができますよってことが書いてます。これもちょっと後で見ていきますね、はい、今これ見てみましょうか。これ見ていきます。これちょっとコピーしますね。今度はこっちを入れてみましょう。こっちをですね、よいしょ、ここと全部消してあげてボディだけにして入れてあげます。はい、そうするとこれ邪魔するかな、とりあえずこのまま行きましょうか。こうするとこうですね、こういう風な感じになります。一つ目の上の、ね、行は 50%50%、 下の行は3分の1ずつっていう風になってますね、はい、という風に。で入れてるクラスっていうのは全部コルなんですよ。コル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 、はい、このコルっていう風なクラスは、まあ、2つやれば2つで、100% を2つに割るような感じですね、はい、で3つやれば 100% を3つで割るような感じで、自動的にやってくれるという風な仕組みです、はい、なのでこれ結果的にこういう風になるということですね、はい、で次見ていきましょうか。こういう風にできるよってことが書いてます。で次にこの状態のやつ見てみましょうかね。コルコルの6、コルコルコルの5、コルって書いてますね、うん、これをねちょっと見ていこうと思うんですよ。これをコピーしてここに持っていくと、また全部消しますね。全部消して保存します。今度はね、さすがにこれが邪魔してきそうですけど、まあとりあえずこのまま、はい、このまま行くとこんな感じ。ちょうど白だからいいですね。ちょうど白だからね、はい。でこっちはコルだったでしょ。これもコルなんですよ。これもコル、これもコルなんですけど、これがよいしょ、ここですね、コル -6、 こっちはコル -5 ってなってます。先ほどね12分割するって言ったと思うんですけども、12分割中の6個をここに取ってるんですよ。でそれ以外の分がここで分かれてるよっていう状態ですね。こっちは12分割分の5個、つまり 50%、違うか、こっちが 50% ですね、はい、12分割分の5、12分の5がここで、残りがこういう風になってるよっていう風になってます。こんな感じでですね、こういう風にコル -何何ってやると、12分割中の何個ここの場所に取りますかみたいなことをねできるわけですよ。でコルって書いたところはそれ以外をレスポンシブにね自然にやってくれるよっていう風な仕組みになってるということですね、はい。じゃあ次々に見ていこうと思うんですけども、この後これですね、これ見ていきましょうか、はい。ここではですね、よいしょ、はい、コルブレイクポイントオートクラスっていうのを使って内容の自然な幅に基づいてカラムのサイズを調整しますというふうに書いてあります。先ほどはローだけだったんですけども、今回はローの後にジャスティファイコンテント MD センターっていうものをね書いてたりするんですが、まあここの問題じゃなくてですね、こっちですね、今回見るのはね、ここコル MD オートって書いてるでしょ。
コールブレイクポイントオートですね、はい。まあ、これをやる前に今のをちょっと見ようと思うんですけども、今の段階のものっていうのはこれを縮めたとしてずっと同じ感じなんですよ。こうやって縮めたとしてずっとこんな感じね。先ほどのもそうです。縮めたとしてずっとこんな感じ、はい。これに対して今回入れるこれ見てみましょうか。これを全部入れてあげるとどうなるかというと、また全部消しますね。上から下まで全部消してボディだけにして入れていきます、はい。でポイントはここですね。コル MD オートね、はい。これで見てみると、よいしょ、ここがちょっと分かりにくいですね。まあいい、ちょっとね見てほしいところは多分見えると思うので、このままでもこれをこうしていくと、ここあ、ここまでは普通か。これをもっとこういくと、ここわかりますか、開業されるね、はい、開業される。つまりブレイクポイントを設定したことで、そのブレイクポイントを超えた時に 100% に全部がなって縦並びになるよということなんですね。こうやって縦並びになるよと、はい、こういう風に縦並びになるよという風になってます。でそれをですね、ここにね書いてあるわけですよ、ここに、はい。これ縦並びになるのが、ま、MD っていう場所ね、 MD っていう場所だよと、はい。で、上の方で見ていくと、上かな下かな、ここですね、はい。コル MD っていうのはここなんですよ。720ピクセルって書いてあるんですね、ここ、ここ、はい。なのでこの辺を超えた時に、100% ずつになっていくよと。でそれよりも大きいタイミングで 100% にしたい時はこっち、これよりも小さいタイミングで 100% にしたい時はこっちを使っていくよっていう風になってます、はい。まあ、試しにですね、こっち使ってみましょうか、こっち、はい。試しにこれを代わりに入れますね。 MD オートの代わりに、LG ですね、はい。なので LG オートにしたいと思います。上だけやりましょうか、上だけ、上だけ LG になりました。これで見てみると、今はこうやって同じタイミングで変わりますね。これをちょっと更新かけます、はい。そうするとタイミングがね変わったんですよね。あ、ちょっと分かりにくいな、分かりにくいんですが、これじゃいけないからな、はい。ちょっと分かりにくいので、こっちじゃなくてこっちでいきましょうか、より短い方でっていう、こっちですね、はい。こっちを入れます、こうですね。これで見てみると、少し分かりにくいですが、よいしょ、あ、これドットが入ってるからダメなんですね、はい。さっきのもドットの問題ですね。じゃあ LG のままいけそうだな、 LG のままいけそうです、はい。間違ってましたね、はい。この段階ではまだ横並び、こっちも横並び、これがさっきは同じタイミングで縦並びになったんですが、それよりも早いタイミングで縦並びに、こっちはなる、上はね。でもう少し行くとこっち側が縦並びになるので、タイミングがずれたでしょ、さっきよりもね。タイミングがさっきよりも早いタイミングで上の方が行くようになったと。逆に遅いタイミングにしたい場合は SM っていう方を入れてあげるんですよね、はい。これで入れてあげると、ここは一緒、ここで一緒で、ここで下の方は100、あの縦並びになるんですが、上の方はまだ縦並びになってないです。もうしばらく行くと縦並びになったということで、ここでですねタイミングを変えれるっていうことです、これ、はい。ブレイクポイントっていうふうにね専門用語ではまあ言うんですが、まあ、あのタイミングをね変えれると。でこのタイミングは何のタイミングかというと、フレックスっていう横並びになるのを縦並びにするタイミング、まあ、横幅 100% にするタイミングっていう感じですかね、がこの辺で規定されているというふうに思ってください、はい。
じゃあ次に行きます。次はもうちょっと難しくなりますかね。ここですね。はい、あ、簡単になりますね。どっちかというとちょっと簡単になるんじゃないかと思います。こういう状態ですね。こういう状態、はい。じゃあ入れてみたいと思います。これをまた全部消して入れます。はい、そうするとどうなるのかというと、こんな感じ。上は4つ並んでますに対して下は2つですね。2つ並んでます。でちょっと分かりにくいので色をつけたいと思います。色をつけるためにドットコルの8に対して背景の色をスカイブルーね、ドットコルの4に対しては背景の色をオレンジっていう色にしますね。そうすると色がつくので少し分かりやすいですね。はい、上は4分割、綺麗に4分割されてます。綺麗に4分割。このコルは全部で12分割のものをいい感じにね、あの4つ入ってるからいい感じに4分割してくれてるんですけども、この下のコルの8、コルの4っていう風になると12分割中の8はこいつがもらったぜとね、12分割中の4はこいつがもらったぜみたいな形になるわけですよ。なのでこういう風になってます。こういう風にね、はい。でさっき言ってたようなブレイクポイントも入ってないね。ブレイクポイントが入ってないっていうことは、これを縮めたとしてもこのままの勢いでずっとペチャペチャとね、このままの勢いでこう来るよっていう風になってます。はい、これにブレイクポイントを入れたかったら、あの先ほどみたいなブレイクポイントね、コルの MD の8ですね、 MD の4という風にしてあげます。そうするとこれが、あ、まあでもこれでもわかるでしょう。はい、これがある一定のラインを超えると縦並びになるとね、ブレイクポイントが設定されたっていうことになります。こうね、はい、だんだんね分かってきたかと思うんですけども、まあ、コルっていう数字とですね、この真ん中でブレイクポイントを表して、まあ、この数字のところでそれのうちのどんだけの割合ずつをね、あの手に入れていくのかみたいなことがね、あの書いてあると思ってもらえたらいいんじゃないかと思いますが、はい。じゃあ続いてですね、こっち行きましょうか。これを、お、SM でブレイクポイントがありますね。ブレイクポイントが3つね。はい。で、これを入れていきます。消します。消して入れます。まあ、まずそのまま見てみます。あ、これさっきやっちゃったやつですね。まあまあまあ、いいでしょう。これ見てみると、こんな感じ。ね、上が8個と4個に分かれてて、下が3つに分かれてると。ちょっと色つけます。色をつけると、ドットコルの SM の8対して背景の色が、レッド、はい、ドットコルの SM の4に対して背景の色がスカイブルーと、でドットコルのSM に対しては背景が何にしましょうか、グレーにしましょうかね。はい、これでね全部に色がついたと思うんですよ。はい、まあ、ちょっと分かりにくいですけど、これ3分割にしたらなってると思っててください。で上は SM の8、SM の4ということで8割と4割って感じですかね。12分割中の8と4で、今回 SM がついてるのでこれが途中で開業されますよと。はい、こういう風になりますよってことがここで書いてます。じゃあ次に行きましょう。次はですね、はい、もっとちょっと複雑になりましたね。どんどんちょっと複雑になってます。じゃあこれも見てみようと思うんですが、これがこうですね。はい、色がねひちゃかちゃになりそうな気もしますが、あ、何にもつかなかったですね。はい、つけなきゃな。じゃあちょっとつけましょうか。はい、ドットコルの MD の8、これか、対しては背景赤にしましょうか、ね、で次はドットコル、こっちにしましょうかね。コルの6、はい、これの色を
カイブルーね。で今度はコルの MD の4、ドットコルの MD の4を背景が新しいなんか色使いたいな、はい、薄い色がいいんですけど、まあ、ピンクにしましょうかね、はい、ということでこういう色分けがなされてますね。12分の8、はい、こうですね、はい、でこれを見てみるとこう縮まっていくと切り替わりますよとね、はい、で縮まっていくと、まあ、こんなこの項までで終わりますかね、はい、OK です。でちょっと先にコードを見てみようと思うんですけども、ここにですねコル6とコル MD4 っていうのがついてるんですよ。ここもですねコル6とコル MD4 っていう2つのね、ものがついてます。でこの2つつけた時にどうなるのかっていうのが今回ね多分ここで言いたかったことだと思うんですよ、はい、おそらくね、はい、でここで何をやってるかというと、ここが、まあ、12分の8でしょ、でこっちが12分の4なんですよ。こっちが使われずにこっちが使われますね、まあ、優先順位の問題だと思うんですけども、はい、でこれは444の方がね、使われてます、はい、一番下はこの MD とかがないのでコル6って純粋に書いてるから66使われてるってことですね、はい、でこれを縮めていってコル MD4 っていうのがなくなった時ね、ブレイクポイントされた時にここでコル6のこの位置と同じなんですけども、コル6の方が使われますよ、コル6の方が使われますよ、こっちもそうですよね、コル6とコル6の方が使われてますよっていう風な形になってます、はい、ちょっとこの辺から難しくなりますよね、はい、ちょっとねこの辺からね少し難しくなると思うんですが、まあ、そういう風なことがここにですね書いてあるという風にね思ってください、はい、どこに書いてあるんだろうな、そうですね、はい、これはもうさっきやったとこなのかな、ああここですね、ローの話ですね、ローカラムっていうのはちょっと絡んできます、はい、こっち側の話ですね、こっち側囲ってる箱の方の話です、はい、囲ってる大きな箱ですかね、はい、まあ、先ほどまでずっとローって書いてあったと思うんですけども、ローコルズにっていう風に書いてあるとどうなるのかっていうのがちょっと見たいところですね、はい、これを見ていきます。これを見ていくと全部消しますね、消してまた入れます、はい、そうするとこれがこうなりますね、はい、こういう風に2段になってるところがポイントですね、2段になってる、これをねちょっとコードの方で見てみると、先ほどまでリブって書かれてたの中に4つ入ってて、さっきと形としては一緒なんですよ。でこのローコルズ2っていうのを入れたおかげで2列になってるんですが、じゃあこれをちょっと消してみてみましょうか。これを消してみてみるとね、1行の間に4つ重なるようになってるんですよ、ね、これをこのローカラムというものをね入れてあげたおかげですね、これローコルズか、ローコルズ2っていうものを入れたおかげで2行に対して4つのものを割り振るので、全部でこの形がこういう風な形になりますよっていうのがここで言ってることですね、ここで言ってること、はい、じゃあこれがちょっと余るような感じですね、こういう風に余るような感じで、やったらどうなるのかということですね。あ、これ2行に対してじゃないですね、すいません、1つの行に対して2個入れることができるよって意味ですね、1つの行について2個ずつで割り振りましょうっていう意味です。なのでこっち側で見てみると、これをまた消しますね、消して入れます、はい、ローコルズ3という風に書いてあると1行について3つ入れれますよっていう意味に変わるので、これがこうですね、1行に対して3つ入れて余ったものが下に来る、さっきのは1行に対して2個入れれたので2つ入れれて余ったものが下に来るっていう意味ですね、ちょっと意味間違えてましたけどそこで訂正しておきますね、はい、はい、でこういう風な形で3つ入れれるのでこういう風になります。でオートにすると、これやらないですけども、コルズを2とか3じゃなくてオートにするとこういう風に4つ並びますよってことが書いてあります、はい、
そうですね、はい、ただここキュッてなっちゃうのかな、この感じだとキュッてなるのかもしれないですね。ちょっと見てみましょうかね。これをこうやって入れてあげて見てみると、あ、キュッてこっち側に左に寄っちゃうってことですね。オートの場合は、オートの場合はここからここまでのコンテンツ幅 100% に対してじゃなくて、こうキュキュキュってなるんですね。はい、ちょっと説明はなんでやろうなっていうのはできないですけど、今まあ、こんな感じになると思っててください。その代わりこれが4にしてあげるとか、何も書かなかった場合はですね、これが999じゃなくて、はい、これが広がって入りますよと、ね、コンテンツ幅いっぱいに広がりますっていうことですね、はい、ここにちょっと違いがありますね、こことここで、はい、じゃあですね、ここ見てみたいと思います。ここよいしょ、はい、ローコルズは4なので本当は4つここに入るはずなんですけども、ここの3番目のコルのところがコル6っていうことで、12個分の1、6個を取るっていう風になってるんですよね、はい、なのでその場合は6個ここで取ってしまうので、336っていう分取るからこっちが余っちゃうということで、余った分が下におりますよっていうことですね、はい、これも一旦見ておきましょうか。まあ同じ結果なんですけどね、同じ結果なんだけど、ちょっと一度見てみようと思います。はい、こうやって見るとこう4個あったとしても、ここにコルの数値が入ってたとして、その数値の兼ね合いによってそっちが優先されるというかですね、ちょっと言い回しがなんか妥当かどうかちょっと怪しいところがあるんですが、はい、なので、まあ、12個中を4個で割ったら3個ずつになるんですが、これが3個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 ってことですね。6個分あるの でこっちにずれちゃうというふうになってます。ちょっと言い回し怪しいです。はい、でここ行きましょう、はい、ローコルズ1,2,4というのをまとめて入れてあげるとどうなるのか、これもちょっとね、見るだけ見ておきましょうか。見るだけ見ておくと、はい、ロー1、あー、なるほど、ですね、これはレスポンシブ対応ということですね、はい、レスポンシブ SM がついて、こっちは MD がついてるということですね、はい、なのでこれを縮めた時の話ですね。まだちょっと更新前に縮めてみると、これ縮めてもこのまま形で縮まるだけなんですよ。で今のを更新して見てみると、まず初めに4つ入ってるのから縮めていくことで、これがこういう風にね、2つずつに変わるタイミングがありますよ。そしてもうちょっと縮めていくと1つずつに変わるタイミングがありますよということですね。まあブレイクポイント、はい、でこれをこういう風に書いてありますね、はい、まあ、MD の4ということで4つずつ並んでるんですよね、はい、4分割で1個ずつ並んでるんですよね。でこれがちょっと縮めていくと、これがブレイクポイントされた後にこっちがやってくるので SM の2ってなってるでしょ。ということでここの段階では2個ずつになってましたよね。2個ずつ、はい、2個ずつになって、でそこから1個になっていくという風な話ですね、はい。まあ、この辺はねちょっとね、もうふわついてるところがあるので、すごく詳しい詳細みたいな話になってくると若干微妙にずれてることはあると思うんですが、まああながち間違ってないんじゃないかなというふうなことですね、はい。で付随するサスミックスインテグが書いてるんですけども、まあ、サスについてはこの初めてのブートストラップでは触らないので、まあ、無視しておきます、はい。でここはネストしていく、コンテンツをデフォルトのグリッドにネストするっていう風にすげえなんか難しい言葉が並んでるんですけども、すごくシンプルな言い回しで言うと、これは要は入れ子ってことですね。この中にこれを入れ子で入れますよっていうことでなってます。なのでこのローの中に2つあるんですよね、これとこれ。そのこのコル SMQ の中をさらに2つに分けてますよっていう風になってます。そういう風にするとこういう風な入れ子とね、入れ子の形が作れますよっていう例です。まあちょっと見るだけ見ときましょうかね、はい。まあまずはねちょっと練習としてはこの入れ子のところまでやると難しくなるので、ここまではやらなくてもいいかなとは思うんですけども、まあ一応ねちょっと見ておくとこんな感じですね。これがね、
これがちょっと見にくいですね。見にくいですが、これが分かれている中にさらに入っている状態が作れられてます。うん、こっちで見るよりもこっちで見た方が分かりやすいですね。こういう状態になってるってことですね。入れ子状態になってると。はい、ということでここまでが全部ですかね。ここから指すところの内容になっていくので、この辺までをちょっと見ていきました。はい、ポイントとなってくるのはフレックスを使って横並びにやってるよと。でその中でブレイクポイントっていう SM とかですね、 MD とか書いてたやつですね。ブレイクポイントを使ってるよ。さらにですね、ここの数値を使うことで分割の仕方として8対4とか、ね、6対6とか分割の仕方をね変えていくことができますよ。でそれらをちょっと無限大に組み合わせることで、ありとあらゆるというまでは言わないですけども、かなりすごく多くのレイアウトの仕方が全てこれを持って使うことができますよというふうに書いてあります。はい、でここまででいいんですが、ちょっと最後にねサンプルを見ていこうと思います。これ今サンプルっていうのが一番上に行くとあるんですよ。でこのサンプルっていうのを見ると、こういうふうにたくさんサンプルが出てくるんですね。でこれダウンロードエグザンプルっていうのをね、ダウンロードするとこれが全部ね見れたり使えたりするようになるんですよ。でちょっとね1個見てみたいと思います。はい、今ダウンロードしました。じゃあこれを開きます。開いてさらに開くと、こういう風にわーって並んでるんですよ。でここの名前とここの名前が一致してるんですけども、この中にグリッドっていうのがあります。ここグリッドね。はい、まずこっちから見てみます。このグリッドっていうところがあるので、これを見てみると、まあ、グリッドの使い方、さっき今ずっとやってたようなグリッドの使い方がいっぱい載ってます。こうやってね、いっぱい載ってます。こういう風に、はい、参考例みたいなのがねすごく便利がいいですよね。はい、でこれをでしょ VS コードで開くとね、グリッドこれですね。はい、HTML も CSS も、CSS 関係ないですね、ほとんど関係ないけど少し入ってますね。まあ、色つけてくれたりとか線つけてくれたりとかね、分かりやすいようにしてくれてるだけのものだと思います。まあ、それの参考例というふうな見方してもいいんでしょうけど、はい、ね、HTML でしょ。ああこれ邪魔だな。はい、HTML で見ると、まあ、ここにちょっとスタイルシートが入ってるんですけども、それ以外はねまだ結構ね読みやすいかなと思います。ここにねコンテナがあって、いろいろこの辺とかがね、さっきやってたような内容とかがさらにこう分かりやすく、いろいろパターンがたくさん書いてあるっていうのがずらずら並んでると。はい、でもう一個見ときたいのがあってですね、まあよりいいものがあるかもしれませんが、僕これがいいと思ったんですね。このスターターテンプレートね。なのでこのスターターテンプレートを見てみたいと思います。スターターテンプレートを見てみると、まあこういう風なのが出てくるんですよ。こういう風なのがね、Get started with bootstrap って書いてるようなね。でここのあたりとかってもう実例ですよね。実例として載ってるので、これのコードを見てあげたらね、結構いろいろ分かりやすいという風になってると思います。はい、でこれもちっちゃくするとちゃんとほら切り替わっていくでしょね、縦にっていうような実例が載ってるので、これは結構役に立つと思いますので、これもちょっと最後に紹介しておきました。ということで今回はここまでにしたいと思います。今回はですね、初めてのブートストラップ簡単解説その3ということで、ちょっと簡単っていうところからもうちょっとね踏み込んだ形にはなりましたけども、グリッドについてですね、ブートストラップのグリッドについてを、まあ、僕の方でもなんか一緒に見ながらですね、どんどんこうやっていくっていう内容をやっていきました。まあ、ブートストラップの公式サイト、こちらねまたちょこちょこ変わったりするだろうから、見てる画面がねずれてきたりすることもあると思いますし、僕の話っていうのが若干ね、このブートストラップが言ってることと意図することがちょっとずれてることはねあるかもしれませんが、まあ分かりやすいね、一緒に分かりやすく見ていこうみたいなね簡単解説という内容にしております。ということで今回はここまでで終わりにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなと思います。また概要欄にも参考サイトや情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。